い、こんにちは。かげめろです。すみません。サーティグラフさんからですね、最新の、アクションカメラ、Insta360 エースプロっていうカメラ、貸していただきましたんで、今日は簡単なんですけれども、こちらのレビューですね、ちょっとやってみようかなって思ってます。Insta360 エースプロですね。残念ながら、つい最近エースプロ2が出ちゃったんですけれども、だけど、こっちのエースプロすごい評判良くって、映像がですね、見たまま、なんかこう、録画できるっていう、なんかすごい評判がいいカメラです。詳しいことはわからないんですけれども、すいません。レンズの方は、ドイツのライカっていうメーカーと共同開発したものらしくて、で、防水も対応しているはずです。で、このアタッチメントがなんかすごくて、いろいろ、こう、なんか、マウントする、その、ものによって、このアタッチメントを簡単に変えられるっていう感じです。今回はちょっと車載で使うので、これで、行ってみます。こういう感じですね。で、このカメラ、そうですね。面白いのが、自撮りしやすいっていうところですよね。電源入れます。起動早いです。むちゃくちゃ。それでですね。一応こういう感じで自撮りですね。めちゃくちゃやりやすいっていう形になってます。よっと。すげえ。こういう感じですね。うん。なかなか利便性は良さそうです。起動とシャットダウンめっちゃ早いんですよ。今の GoPro も早いんかもわからないんですけれども、なんか 4K の、60フレームレート、8K もいけるって書いてますね。で、4K で録画しても、バッテリーだいたい70分持つらしいんですけれども、それでも、連続、録画、全然、フリーズしないらしいです。これでどんなもんやろ。2K60。今ですね、Insta360 エースプロの方で録画している映像です。なんか音声の方もくっきり入る、撮影できるらしくて、なんか評判はいいみたいですね。あっちは六甲さんですね。で、あっちがユニバーサルスタジオジャパンで。で、このカメラのもう一つのなんか最大の特徴、なんかそんなこと言うていいかな、最大の特徴、パッと見しか見てないんですけれども、夜景がめっちゃ綺麗らしいです。また夜景版、ちょっとお借りして撮影行ってみようと思います。とりあえず今日はユニバーサルまでですね、ちょっと車車載して行ってみますんで。ちょっと、GoPro に比べて重たいかな。ちょっと行ってみます。そしたら、Insta360 エースプロで、撮影、車載で撮影してみます。ホワイトバランスの調整とかも全然やってなくて、どういう感じで映るんやろ。楽しみです。感じで映るんでしょうね。 GoPro やったら外白つぶれするから、外にホワイトバランス固定して撮影するから、中はねちょっと若干暗く映るんですよ、いつも。中も外もうまいことこう見れる映像が撮れるといいんですけれども、で次回僕買うその予定にしているアクションカメラですよ。DJI か DIJ か、カメラなんですけれども、どうしようかな。Insta360 エースプロがいいねやったら、どうだよ。どっちもまあ言うたって中国製ですもんね。GoPro は今回ちょっと選択肢に入ってないかなっていうところです。
スタ360の方がええんかな。前にねインスタ360の360度とこんなちっちゃいやつ買ったことあるんですけれども、その360度のやつはすごく使えたんですが、あんまりこう360度の需要がないっていうかっていう感じでちょっと売り飛ばして、でこのちっちゃい方のインスタ360の方はもうすぐフリーズするからもう使われへんからっていうことで、それも売り飛ばしました。で今残ってるのは古いソニーのアクションカメラと何やったっけ、忘れました。あ、 GoPro 8と GoPro 9ですね、残ってるのは。で GoPro 8は残ってもうほぼ壊れてて、 GoPro 9は調子悪いです。12月にですね、その前フレッツ光から IIJ の光に乗り換えしたら4万5000ポイント Amazon の何でしたっけ、 Amazon のポイントくれる言ってて、それが12月に入るんですよ。だからそれ入ったらアクションカメラ買おうかなっていう計画にしています。Uber Eats でめっちゃ何遍もあそこユニバーサルスタジオジャパンのホテルの前まで出前依頼拾ってましたね。一番良かったのがね、何だったかな、朝潮橋の近くに商店街、八幡屋っていう商店街あるんですけれども、そこでね韓国風のなんか丼8個ですね、そう8個となんか唐揚げ、そこの店でピックアップやったんですけれども、そこで50分待たされたんですよ。でまあその時間待たされたらそのちょっとウーバーこう上乗せで入れてくれるんですけれども、それをまあ50分待ってピックアップして、ユニバーサルのホテルの方まで持って行ったら5000円1回の配達で、マジか思って、まあ、そういうなんかね、いい思いもさせてくれたこともありましたね。だからね、遠いんですよね、まあまあ。行って帰ってくるだけで、だいたいやっぱり30分以上、もっとかかるかな。
だからもうその分帰りの便がねほぼゼロなんですよね。帰りの便である言うたら、あの次信号 1,2,3 4つ目ぐらいのところに居酒屋さんあるんですけど、そこでたまに帰り便あのウーバー入れてくれる時はありましたね。でも5回に1回ぐらいかなっていう感じかな。そこのほかほか弁当の方もあるんですけど、あ、帰りの便はあれですよ、あれですわ、あっち、マンモス団地の中にあるあの何だっけ、マクドナルドに呼ばれることは何とかありましたね。懐かしい、懐かしいいうか、またウーバー走ってもええかなみたいな。あとどれぐらいやろう、信号まだまだ引っかかるんで10分15分ぐらいかかりそうですね。線ですね、です。もうここズドンってバス行ったら、あ、ユニバーサルスタジオジャパン。左から行っても右から行っても一緒なんですけど、どっちから行こう、まっすぐ行きましょうか。側からでも行けるんですよ。だけど駐車場はこっちの方がええんかな。シティ駅のはずです。で、ここまっすぐ行って、そこの階段上がってたら USJ の地球のあれがあるんですよ。ぐるぐる回る。で、この辺はもう車止められない状況ですね。じゃあ僕があれよう行ってたその配達行ってたホテルのとこまで行ってみましょうか。人少ないなあ。あ、ジェットコースターめっちゃいっぱい人乗ってた。今悲鳴聞こえるんですけど、ですね。
持って行ったホテルなんですけれども、あのもうちょっと先、信号があってちょっと行ったところです。信号のところでもよう行ってたんですが、圧倒的に多いのはもうちょっと奥の方ですね。ここのホテルもまあまあ行ってたんですけど、一番行ってたのはあっちのこのホテルです。これこのちょっと赤茶色の建物のホテルですね。ここです。ここ一番多かったです。外人の人も注文くれとったからめっちゃよう行きました。ここから帰るのがまたねめっちゃ時間かかるんですよ。じゃあ、とりあえず今日はこういう感じで、インスタ360プロエースプロの動画を終わりたいと思います。どうしようかな、どっかで止めていくか。このね左入ったところにも民泊いっぱいあるんですよ。以上ですね。インスタ 360S Pro で、USJ まで、WRX 運転してみました的な動画です。まあまあ暑くなってるんやけど、全然熱暴走は大丈夫ですね。んちゃうかな。次は、あそこまで行ってみます。トンネル出て、白つぶれせえへんのか、ちょっとチェックしてみたいんで、すいません。今日は簡単なんですけれども、失礼させていただきたいと思います。